ブリーチブリーチの登場人物仮面獣人、グリムジョージャガージャックグリムジョージャガージャックは、クボタイト作の漫画作品を呼び、それを原作としたアニメ、ブリーチに登場する架空の人物。アニメの声優は、スワベ淳一。右顎をかたどった仮面の名残をつけた、端性な顔立ちに、水色のリーゼント風の髪をした、不良風の男。一人称は、俺。 目元に紙と同じ色の仮面紋がある。腹部に穴があり、右腰背面に6の刻印がある。ショートジャケット風の破面し破装を着ている。千年決戦編では、ジャケットの下にも服を着用し、ズボンも細身のもので腰にベルトをつけており靴も、破面編とは変わっている。万字会状態の位置守ると渡り合うスピードと、黒い月が点付きの直撃にも耐える。 鋼側を持つ。なお、最初の一守るとの対戦で一守るに、万次回、地の月が天付きでつけられた傷跡が胸にあるが、あえて残している。非常に好戦的で、障害となるものは、強弱を問わず抹殺すべきとの考えの持ち主。その好戦的な性格であるがゆえに、他の破面と意見が衝突したり、先は知った行動に出ることも多い。を重んじる、東線とは、 それが合わず、藍染めにも完全に忠誠を誓っているわけではないようだが、実力差を悟っているのか表だって反目することはない。自分をバカにしたルピを殺した一方で、藍染めに強要されたとはいえ、東線に切られた左腕を直してくれた織姫を、ロリと目のリから救うなど、恨みも恩も忘れない性格。破面になる前は、表に近い外見をしていた。 シャウロンたちとはその頃からの同志であり、シャウロンたちに実力を認められて以降、彼らの頭となっている。シャウロンたちと共に、藍染めの下に入った時点の階級はナンバーワン2で、同志の中では唯一十人入りを果たした。イチマモ守を殺さなかったウルキオーラに不服を唱え、藍染めの指示を仰がずにシャウロンら5体の従属官を率いて、現世を襲撃。 ルキアや一守を相手に圧倒的な実力を見せつけるも、単独行動に気づいた、アズマ1 0に巨権へ連れ戻された後、単独行動の処罰として、左腕を切り落とされ一時10分陣から外された。後に織姫に失った左腕を修復された後、自らの公認であるルピを殺しナンバー6の地位に復帰する。なお死神の許可のことは一守るや平子の許可を見るまでは知らなかった模様。 初めて対戦して以来、一守を自身の獲物として認識し一守を自分の手で倒すことに執着している。現世で一守と2回戦い、2回とも決着をつけられずにいた。巨剣に侵入した一守と決着をつけるべく、織姫を連れ出して、ウルキオラとの戦いで傷を負った一守を治療させ、対等の条件での戦いに臨む。一守の許可を促した後、 残白頭を解放して圧倒するが、死闘の末に敗北。未だ戦わんとするも、突如現れた、ノイトラに斬られ、戦闘不能状態となる。そして止めを刺そうとする、ノイトラの攻撃から一守るにかばわれた。破面編では、この時を最後に本編に登場しなかった。単行本33巻を最後に、その後の動向は不明の状態となっていたが、69巻で、 霊王宮の一守るたち一向に合流する。ユーハバッハたちには、恨みはないが、ユーハバッハを倒さないと世界が滅んで一守るとも再戦できないため、一守るたちに一時的に協力して滅脚したちと戦うことを明かした。また、雉人せずとも両手のみ、鬼人形態にさせ、それにより変化した前足で表のように加速したり、黒い爪で攻撃したりする能力を獲得している。 合流後は、単独行動を取ろうと一森一行から離れようと、する寸前にアスキン、ナックルバールと遭遇、真っ先に突撃したが一度は逃げられ、再度発見して飛びかかるもナックルバールの放った、毒入りボールに不用意に触れてしまい、基人をする間もなく、戦闘不能になった。その後、裏原によって治療され、裏原の晩次会で作った、侵入経路を利用して、基陣状態で、 ナックルバールに奇襲をかけて、心臓を握りつぶして、致命傷を与えるが、彼の最後の能力によって倒れ、ネリーエルが救出する場面が描かれた。また、ナックルバールに致命傷を与えた際に裏腹と契約を交わしたのは、グリム城であることが明かされた。決戦後を描く小説版、キャント・フィア・イワ・ o ンワールドでは、巨剣に帰還した後、ハリベルラと共に、 今日兵隊にしようと襲撃してきたリルトットや、ジゼルやゾンビとなったバンビエッタと敵対するが、王様になるべく乱入したヒコネと交戦する。その後、ヒコネを追って、単身しかばね魂会に乗り込み、なりゆきで強化改造されたルピと互角の攻防を、演じた末に計画引き入る混成部隊に同行して、叫び谷へおもむき、藍染に復讐していた頃から久しく忘れていた、自身が、 王という教事を取り戻し、現在は残白刀、イコミキ派と呼ばれているバラガンをも上回る大巨との戦いに臨む。人情よりも本能を優先する機質から、月島のブック・オブ・ジ・エンドの効果が薄く、ナックル・バールの毒を食らっていることから、他の毒物に対して免疫を獲得している。なお、ノイトラ戦でフェーズアウトした後も意識があったらしく、県八が、 ノイトラを倒したことも知っている模様。詳細は従属官の項を参照。グリム城はかつてナンバーワンにであり彼らと合わせて数字が一つながりであった。またディロイは宝玉を手に入れる以前に仮面を剥がしている。基人名は表を普段の形状は針状のつばのある刀。解放の際、指先に霊圧を溜め刀の刃を引っかく動作を取る。唱えた後、 解放された、霊圧が旋風を巻き起こす。解放すると右方の仮面が消え、額に仮面が形成される。顔つきも、鋭い牙、猛獣の縦髪を思わせる挑髪、獣のように尖った耳、鋭利な黒い爪など、獣人のように変化する。なお、小説、キャントフィア l y アウンワールドによるとこの黒い爪は、残白刀でできているらしく、作中では、 残白頭の爪と表記されている。さらに服がアジューカス旧大巨児と告示している、鎧のようなものに変化し、足も今日のそれを思わせる形状に変化する。また、長い尻尾が形成され、両肘、両足には歯がつくのが特徴。加えて、おたけびだけで一守るをひるませるほどの凄まじい音圧を発生させることが可能。 解放後は許可した市守ると大東に渡り合えるほどの戦闘力を発揮する。残白闘病では9位を獲得している。なお劇中では、現世で2回ほど、刀剣解放を試みたが1回目はアズマ戦、あずま1 2回目は、ウルキオラにそれぞれ阻止されてしまったことがあり、アニメ版の特設コーナー、アランカル大百科ではそのことに対して、愚痴をこぼしていた。千年決戦編では、 足の歯を消失した代わりに、足の黒い部分が増えており、かつて歯があったあたりまで達している。介護は、岸シレ、を。ありがとうございます。